どうしてタケルは僕のこと避けるのかな。仕方ないじゃない、入院してたんだから。初日に会えなかったのは残念だけどさ。でもたった1週間の違いぐらい、僕とタケルなら何でもないよね。おや、ミコトちゃんじゃないかい。あ、京塚のおばちゃん。入院してたって聞いたよ。もう大丈夫なのかい。昨日戻ってきたんだ。昨日はね、ちょっとした事件があってご飯が間に合わなかったんだよね。ほう、ひょっとしてこの子も噂の新人かい。なんだいなんだい、もっと背筋をピンと伸ばしな。なんだい、ずいぶんぷよぷよしてるじゃないのさ。痩せちゃいるみたいだけど、筋肉も全然だね。腹はどうだい。てんでどうしようもないね。ちゃんと運動してんのか。叩き込んでいる最中です。ちゃんと食べてるかい。足りてるかい。どうなの。よし、わかった。タケルは今日の晩ご飯から私んとこ来なさい。わかった。それじゃあもう少しで晩ご飯だから待ってておくれよ。この兵士食堂の食料班を預かっていただいている京塚志津臨時総長よ。京塚さんはもともと軍属ではなくて民間人なの。だから戦時特例法で臨時に階級が与えられているのよ。要するに食堂のおばちゃんだよ。そうなんだけど、そういうの京塚総長が嫌がるのよ。優しくて頼もしい人ですよ。小山さんもお世話になってるよね。言わなくていい。あやみねは一番食事量が多いからな。根も葉もない噂。隠してもダメだよ。ケイさんはいつも体酷使して運動してるもんね。お腹もすくでしょ。そういう鎧もなぜかよく食べるわよね。育ち盛りだから。ほんとだよ、胸がねぐんぐん大きくなってく気がするんだよ最近。私もぐんぐん大きくなりたいな。セガバク。そろそろ時間だ。白金は京塚総長によそってもらうんだったな。頑張ってね。あ、もうカウンター人が来てる。急ごう。の飯この倍はあったじゃないか。うるさいね。今の倍運動してその腹引っ込めたらそうしてやるよ。京塚総長らしいわね。さすがだわ。見ているだけで満腹になりそうだ。おばちゃんに頼むとこっそり大盛りにしてくれるんだよ。うん、こっそり。おばちゃんには誰も逆らえないからね。そういうことだ。でもこんなの初めて見た。全部食べられる？根性で。どうした？
とにかく残さずにしっかり食べなさいよ。はあ、やっぱりね。例によってあなたは知らないのかもしれないけど、食料の配給は軍人が優先されているの。まともに3度食事ができること自体特別なことなのよ。これがどういう意味かわかるでしょ。わかった。あ、暗い顔しないでよ。朝はいなかったよね。病院生活してたら時間の感覚が狂っちゃって寝坊しちゃったんだ。え、そういうこと聞くかな、女の子に。あ、でもタケルにだったらいいかな。ひどいな。鎧がいると場が賑やかになるな。過ぎるぐらいよ。10日もいなかったからまたこの雰囲気になれるのが大変だね。え、そんなことないと思うけどな。で、何の話？相変わらず。ところで、昨日は鎧も白金もいなかったから今言うけど、何何？11月に入ったわ。総合戦闘技術評価演習までもう1ヶ月ない。準備は間に合う？全然問題ないね。鎧はいいとして、問題は、ちなみに言っておくわ、演習といっても死人が出ることもあるからね。当然殺すことが目的ではないが、演習とはいえ気を抜けば死人が出る。簡単に言うと、年に2回夏と冬にどこかの島で行われる試験ね。南国のね、ジャングルでやるんだよ。これに合格することは基礎訓練の終了を意味し、戦術機の訓練に移行する。マジマジ。その言葉蔓延させないでよ。僕たちは夏に一度落ちてるからね、もう後がないんだ。鈴宮、鈴宮。あやみね、余計なこと言わないで。前回の操船技演習で戦術機操縦課程に上がった隊の分隊長さん。207隊はそれまでは2チームあったんだよ。なんで知ってるの？とにかく私たちは失敗するわけにいかないの。それ肝に銘じておいて。当然よ。あんたバカ。演習内容や場所は毎回違うのだ、当然であろう。まあその大した理由じゃないよね。チームをまとめられない無能な分隊長と指示に従わない部下といったところかしらね。違うね。最後はあんたの指示に従って地雷原の餌食になったんだ。何ですって？よせ二人とも、今さらそれを言っても詮ないことだ。三剣、
今更ってどういう意味？それについてはすでに検討したであろう。もうよい。言い方が嫌。勝手に独断先行したのはどこの誰だったかしらね。誰だっけ？あなたでしょ、あやみね。いい加減にしたらどうだ。榊、指揮官であるそなたが副官である鎧の進言を軽んじたことにも原因があろう。どうしよう。どうしようって言われても。なんだ？意外？何が言いたいの？剣が代わりになってどうするの？そんなことを許したら指揮系統がバラバラになっちゃうじゃない。違う。隊員が隊長の決定に従わないからそうなったのよ。それは結果論よ。そもそもそんな話をしてるんじゃないわ。指示に従わないという姿勢そのものが問題だって話でしょ。そうよ。勘違いしないでね。私の指揮がどうこう言ってるんじゃないわ。指揮権とはそういうものだってことよ。そうよ。命令に従わない兵士は自分の命だけじゃなく隊全体、ひいては全軍を危険にさらすわ。あなたが指揮官の考えを判断すること自体が間違いよ。物分かり悪いわね。指揮官には隊員には与えられない多くの判断材料が与えられるわ。結論はそれらから総合的に導かれる。判断材料の少ない一隊員が何の根拠で指揮官よりも優れた判断ができるわけ？命令は絶対。命令内容の是非はその段階で問うものではないわ。何が？何が危険だって言うの？そうよ。問題ない。榊の言ったことは理念原則の点からは間違っていない。少し極端だが、それはそなたの受け取り方も同様だな。では聞くが、そなたは父親に一度も従ったことはないか？なぜ従った？弱みでも握られていたか？分かったようだな。同じだ。もしそこでそなたが父親に逆らったら、家族とは何だという話になるとは思わんか？それが権力と規律だ。この世の中に絶対の正義がない以上、誰かが判断を下す。その是非は必要性の前には問われない。そうだ。タケルは何のためにここにいるのかな？僕たちは敵を倒して日本を守って世界も守ってこの星も守るためにここに来たはずだよね。ひいてはそれが自分のためということにもなろう。いつか誰かがやらなきゃならないことなら、その時自分以外やる人間がいなかったらやるだけだよ。我々は確かに一個の人間だが、その意志でつながっている。だから自分が倒れても誰かがそれを継ぐ。そう信じられるのだ。時々喧嘩とかしちゃうんだけどね。だから私たちは命令に従えるのだ。私に下される死ねという命令は、どこかにいる誰かを救うことに他なるまい。どこかの誰かに出された命令のおかげで、今自分が生きているかもしれないんだ。
命令する側もされる側もみんなそう思ってるよ。だから今すぐここで自殺しろなんていう命令を出す隊長は絶対にいない。命に価値があるからこそ私たちは戦う。そなたもそれを覚えていてほしい。前回の総合戦闘技術評価演習でもまさに今と似たような状況が起きたのだ。だから全員の団結が崩れてしまった。あれは精神的にも極限状態だったもんね。無理ないよ。その時点で不合格決定。確かにね。甘かった。だから誰が悪いんじゃなくてみんなが悪いんだよ。団結が崩れたのはみんなのせい。千鶴さんは分隊長だとは言っても議論できる相手だったわけだし。聞き入れたかどうかは別問題だけど。あやみねさん。白金、私たちは今誰かの命を救うために生きているのだ。それが誰の命かは問題ではないのだ。意外かな。タケルは命令で死ねと言われたら死ねるのかな、死ねないのかな。そうだな、この場ではそう言っておくのがよい。言葉には二通りあるということだ。これ以上言うと榊にどやされるので言わぬがな。僕の入院中の話聞いてよ。何か面白いことあったの？面白いっていうか、背中がゾクゾクしてきた。階段？違う違う、あのね、聞いてる？嘘だね。タケルは人の話聞かないね。どうかしたのか、タケル。今、三剣。白金くんのこと名前で呼んだ。ん？そうか？気づかなかったな。鎧に釣られたか。許せ。
さっきも散々そう呼んでいたぞ。何を今さら。おかしなやつだな、そなたは。じゃあ私はタマだよね。ちなみに私は認めてないわよ。諦めただけよ。そうだね。ひどいな。そなた今私をバカにしたろう。タケルさんですか。呼び方を指定してくるやつなんて初めて見たわ。次呼んだら投げる。榊、これは意外なことだが。何？私たちにとっては良い意味で面白い結果が出るやもしれんぞ。どういうこと？ここ数日この浮世離れした男の言動は私たちにとって常に新鮮ではないか。そうかしら。私にはいい加減なこと言ってるようにしか聞こえないけど。わかった。時に白金。そうか。タケルだったな。許すがよい。あと5分で食事を終えねば、それらは残すことになってしまうぞ。あら、白金。どうしたの？地球滅亡の前の日みたいな顔して。辛口でなかなかいいでしょ。おいそれと口にできない冗談よ。部下が絶対に従うべきものよ。絶対。それだけ？じゃ何しに来たの？まさか今更命令ってものについて聞きに来たわけじゃないんでしょ？まあ、あなたは自分の世界で好き勝手に暮らしてたんだろうから、それを知ってるのが私だけってのもわかるけど、それにしてもバカね。そんなこと私に聞きに来る？普通仮にも私は一番偉い人なんだけど。そういうことこそ仲間に聞きなさい。榊に反発して喧嘩の一つでもすれば理解できるわよ。ねえ、そういえば朝ヤシロが行かなかった？何しに行ったの？ふーん、それだけ？さあ、新しい暇つぶしでも見つけたんじゃない？白金もせっかく来たんだから、あの子のとこに顔出してあげなさいよ。こんにちは。
何を？いいんです。